사고 도로. 스케다치 컨셔스. 何をしておいでですか。家族を探しておる。夫は見つかったのだが、二人の息子がまだ。対馬の武士らしいお働きでした。最後の地を知らぬか。いえ、戦は混乱を極め、叔父上を見失うほどでした。手伝わせてください。来い。見ろ、兵だ。足立家の兵です。ああ、だがなぜ一人落ち延びようとしたのか。全ての老頭が主の仇を討とうと勇んでおりました。逃げることなく。良いことを聞いた。皆忠義を尽くしたか。一族の旗を見つけたら知らせてくれ。政子殿、こちらへ。足立家の旗。浜を進んでいた様子。ならば我らもこの方角に進むぞ。菊池家の旗、酒井家の旗だ。長尾家の武士だ。志村家の旗だ。戦の最中、この旗が倒れるたび、叔父上かとおののきました。死を恐れるのは世の断りだ。この先は岩場です。ここにも。氏金、息子らの良き友であった。最後までそばにおったはずだ。ではこの近くに。行くぞ。猛虎のむくろも置き去りか。無用ということです。館に残っておれば、妻と子の隣で眠れたというのに。有明は遠く危険な旅です。近くに埋葬できる地があれば弔うこともできましょう。かがり火台、
幼い息子の遊び場だった。今は猛虎の手にあるのな。ならば奪うまで。かがり火台はこっちだ。二人はかがり火台が好きでな。遅くまで戻らぬ時は決まってそこにおって星を眺めていた。良き母ですね。そう自負しておったが、二人の子が先に行き母が残るなど、これほどの無念があろうか。母上を亡くした時、私も己を呪いました。しかしお主は幼く、母君は病、お主にできることなどなかっただろう。それが事実でも慰めにはなりませぬ。そうだな。手が来ます。下から来るぞ。ご用心を。やらば。
てしまいのようだ。その様子です。ようやくだ、息子らを運ぼう。二人が元服した後も世を明かすことを許さず呼びに参ったものよ。母を亡くしてから恋しかったのは私を呼ぶ声でした。母君は安らかに眠っておる。安心しろ。一族の敵の一人は有明に隠れておると聞いた。後で加勢に来てくれ。なれど今少し息子らのそばにいさせてくれぬか。承知しました。ご無事で政子殿。